こんにちは。日本改革党くつざわです。文科省がですね、今まで日本人と永住外国人のみが対象だった貸与型奨学金、まあ普通の奨学金ですか、給付型奨学金、授業料減免、これ所得がなくてみたいな子にちょっと減らしてやっかみたいなやつなんでしょうか、などをですね、仕事などで家族滞在している外国人の学生にもあげちゃうと発表。留学生にあげてんのは知ってましたけれども、留学生じゃなくて家族で、こっち来てる人、4月から開始だそうであります。こういうのは検討もせずに早えよなーって。対象者は日本で小学校から中学校に、小学校から高校に通い、大学卒業も日本で働く意思があるものと、まあ狭きもんなんですけれども、そんな意思どうやって確認するんだって、嘘つき放題でしょうよ。あとね、日本に残ってくれるならって、これ外国人をどんどん残ってほしいってことだよね。移民政策じゃないんですか、これ移民じゃないんですか。残ってくれたら金を出してやるっていうのは、まあそういうことなんじゃないんですか、思うんですけれども、世論です。ほんと狂ってるわ。これはひどい。ダメだこれ。売国どっともめ。日本人に全く興味がない自民党。いつになったら移民政策が失策だと気づくんだろうか。日本の政府が日本の子供に投資しないでどうすんだよ。それより日本人の子供全員を奨学金の対象にする方が先なんじゃないの？全くその通りだよね。公立の大学だけでも、無償にしてやっとかさ、その代わり試験、難しくしてね、賢い子はお金なくても、大学行けるみたいにしてやればさ、試験なんですけど、文科省、あかん。出生数が50年前の3分の1の72万人になってもうたー。まあ私らの段階ジュニア世代はですね、220万人ぐらい1年に生まれてましたから、3分の1以下になっちゃいましたね。わいらの天下り先の学校がどんどん潰れる。せや外国人をどんどん入れて学校を延命させたろ。まあこんなもんでしょう。こんなもんでしょう。出生数、出生数が3分の1になったんだから、学校も3分の1になるように調整していかなきゃダメで、それが自然なことで、それこそ文科省の仕事だろうがって思うんですけれども、あんまりショックのないように、上手に調整してどんどん減らしていく人口っていうか子供の数に合わせてね、それ文科省の仕事じゃねえの、延命させてんよね。労働力も安易に外国人で補充したれっていう自民党も大概ですけどね、五流の文系大学は定年後のマスコミ関係者のゴミ捨て場になってるから、テレビはこれを一切叩かない。外国人で、学生で延命させたろ。まあいわゆるゾンビ学校ですか、ゾンビ学校増えるしたろ。中見たら日本人なんかほとんどいなかったみたいな、そういう学校もあっかもね。省庁のいいように騙されて何十年もいい身なりの無能自民のせいで日本がどんどんダメになってきますね。これね、議員を減らせっていうのが、定期的に、記事になったり、報道になったり、するんですけど、議員減らすとね、省庁がますます、見張りが減るわけだから、やりたい放題やるようになるんですよ。だから、省庁の方から、こういう、理屈をね、定期的に出してんじゃないのかな、思うんですけれども、議員の給料、ケチるより、省庁の無駄遣い、何千億円とかの削った方が有意義だから、こんなのいらねえべ、無駄だっぺんですよ。1兆円削れたなんていう方が、全然有意義だから、私は議員やってそれをつくづく、思いました。36人か、36人で、3000億円の豊島区の予算、見張れねえよな、思っておりました。岸田団は、
日本はネット上に差別がある国家です。外国に利用され、第二の高の談話になると非難ごうごう。これの英訳がこっそりと世界公開されているのが発見され、火に油を注いでおりました。本当にもうろくでもねえなこいつ。世論です。国民を差別するなよ岸田。そんなんだから徳川に舐められるんだよ。政府が自国のことを自虐すんな。日本の差別が100点なら、海外は50万点とかだぞ。海外の差別が凄まじいって話ね。差別されているのは日本人の方だ。ポリコレリベラルの犬になってからいい仕事してますね。日本人を一番憎んでる奴が日本の総理大臣やってるという地獄と。差別をなんとか見つけて、あるいは捏造してでも天下り団体作りたい法務省の作文をなーも考えずに読むバカ騎士だと。アイヌ協会は捏造してでもの方のケースですね。そんな差別願ったのに作ってアイヌ協会作りたくて法務省の天下り団体、省庁にしてみればこれほど扱いやすいバカはないな。自民党総裁日記9月までにですね、バカが総理のうちにこういうのガンガンやらせるって思われます。文科省の奨学金だってね、バカが総理のうちにつって4月からやりますってなったんじゃないのかなって、思っておりますけれども、埼玉県知事、県南の治安強化を警察に要請した結果、外国人検挙数が約3倍弱に、新しく川口北署、課所を開設するための予算、13億8861万円を計上したと。県予算で警察署を作るんだね。中身は警察庁の、言うことしか聞かないんでしょうけれども、世論です。外国人を受け入れると余計なコストがかかる。前から新警察署の計画はあって、前倒しになったってことらしい。外国人のせいで支出拡大してて草。本当に非生産的で無駄。武装警察も作らないとね。そんなもん作る前にガンガン強制送還して元から立たなきゃ。埼玉県内の外国人検挙数なんですけれども、20年93人、21年80人、22年、107人、23年271人と、埼玉県警がね、ちょっとやる気出しただけで3倍弱に、逆に今までどんだけサボってたんだって埼玉県警、あ、めんどくせえ言葉通じなそう、見逃すっと、ってならない？そう思われても仕方ないよ。これ急に3倍弱になっちゃったんなら、人口減るのに新しい警察署を作らないとっていう余計な税支出はですね、難民申請繰り返しで無期限に居座れるようにした、まあ民主党のせいなんですけど、なんか勝手にクルド人が集まってきちゃった川口や埼玉県はむしろ被害者なんですけれども、奥の木川口市長はですね、外国人にも暮らしやすい街づくりなんて寝ぼけかましてたから、その結果集まってきちゃったんだろうが、ちょっとは反省しろって奥の木この野郎って話なんですね。新警察署ガンガン作って取り締まってほしいですね。もう鼻血も出ないぐらい取り締まってほしい。日本人だけなら雑で荒っぽい犯罪なんか増えるわけないんですからね。今の若者明らかに賢くて暴力や犯罪は見合わない、割に合わないって知ってんだからさ。昔火炎瓶を投げたり鉄パイプを振り回してた層は70代に突入で、そんなことやってる場合じゃないしね。通院とかで忙しくて。その他のニュース、昨年の名目経済成長率は 5.7%、物価と賃金が平均してそれぐらい上がってる感、ですかね。経済成長してる感がまるでないですけどね。これ今年の4月に5.7% 以上賃金上げねえ企業はですね、まあ、給料搾取してんのかな。成長すると自民と財務省がすぐ増税して頭押さえようとするしね。世界通貨量、世界通貨流通量ランキング発表、トップ10なんですけど、単位は兆ドルです。兆ドル、1位米ドル 6.6 兆ドル、2位ユーロ 2.3 兆ドル、3位円 1.2 兆ドル、4位ポンド1兆ドル、5位元 0.5 兆ドル。あれ元おかしいなって、あんまり流通してないんだなって。6位豪ドル、オーストラリアドル 0.5 兆ドル、7位カナダドル 0.4 兆ドル、
8位、スイスフラン。スイスドルって言わなかったっけ？スイスフランだったっけ？ 0.4 兆ドル。9位、香港ドル。0.2 兆ドル。10位、シンガポールドル。0.2 兆ドルと。まあまあ、10位、9位、10位になると、いきなり下がりますけれども、まあ、ユーロは軍隊なんで、ドイツ、フランス、その他、たくさんの国が使ってますんで、まあ、グループなんで、単独国で見ればですね、日米英の三強ですね。経済大国、経済強国のはずの韓国ウォンが10位に入ってないですね。まあね、ウォンなんか、アメリカのホテルで交換断られるって話で、これどこの札ですかみたいな。世界各国の対日好感度ランキングも発表になっておりました。1位タイ 91.1%、タイってそんなに日本が好きなのか知らんかった。2位フランス 81.5%、 3位アメリカ 80.4%、 4位イギリス 71.1%、 本当にね、タイがそんなにとは知りませんでしたよ。英仏でですね、好感度が高いのはですね、今や両国の60歳以上もむさぼり読んでる漫画のおかげ。フランスとアメリカの60歳以上までもが息子や娘の影響で、むさぼり読んでるって、バスの中とかで。妬んだ中国がですね、アグネスやみずほや辻元などを刺激して、これ召喚獣ですね。日本の漫画を表現規制し、足引っ張りを画策中なんですけど、今んとこうまくいってないですね。韓国の日本好感度は 44%、 まあ番外ですけども、調査開始以来最高になっちゃったって。こんなんでも、竹島軍事占領している敵国のくせに 44% も日本が好きって気持ち悪。こっちみんなよな。二階元幹事長の書籍代3500万円を批判した立憲、小西博之も次長を319万円分爆買いしていたことがバレる。だが小西は恥という概念がないので事なきを得た。まあ得てないんですけど、こいつまだ亡命してねえのか、あんだけ大串叩いておいてね、恥知らせやな。偽文書でですね、高市さんはめようとしたこと絶対忘れねえからな。アホの日刊現代、サンデーモーニングを見ている企業役員は多いとか書いちゃって、そりゃ持参視聴率が高いから企業役員とかは持参だらけだからでしょ、必然的に。じいさんばあさんしか見ない番組で、で企業役員なんつったらじいさんばっかじゃん、大概にして。そりゃそうだ。日経平均史上最高高値更新にあと50円と迫ったことが気に入らないアホの三森がですね、冷たいバブル、株高だが実態はないと、わけのわからない文句を垂れておりました。実態はないの根拠を言ってもらえますかね。何を根拠に実態はないって言い切んのかな。上がっても下がっても文句垂れんだよね。こんな番組一体誰が見てんだろう。誰が見てんだろう。日本テレビが日本海テレビで起きた24時間テレビ募金着服と、その後見つかった2件の着服、あったんだを謝罪。謝罪したってことはまだ続ける気なのかな。謝罪したから続けさせたいってことなんですかね、24時間テレビね。よっぽど美味しい思いできんでしょうね。何十年やったって愛は地球救いっこねえよね。婚活大手 IBJ 社調査、デート代は全額出してもらいたい女性は 35.6%。 私これ見てびっくりしました。それしかいないの、 100% 近いって思ってましたよ。答えるときに女性カッコつけてない、本当は思ってもらいたいのにさ、カッコつけてない。私は男女平等なんかありえない、男女が平たく等しくなることなんて永遠にないって思ってますんで、モテたければおごれと。婚活なんだから、まあ、結婚してそのうち子供も欲しいなんて思ってんでしょ。そしたらですね、例えば4人家族でラーメン屋行くと5000飛ぶから、でファミレス行くと8000ぐらいすぐ飛んじゃうから、そんで麻痺してくから、お父さんはそれに慣れとかないと、モテたければおもれですよ。岡田斗司夫さんの動画ね、モテ4要素、
外見、立場、賢さ、お金。まあ、お金持ちはモテる、賢ければモテる、学歴とかね、立場、何々、大会社の正社員であるとか、まあ、外見はまあ、イケメンだの、おしゃれだの。このうち一番上げるのが容易なのが外見だそうで。まあ、床屋行って、髪、髭剃ってもらって、さっぱりして、清潔な服着て、流行りの靴とかも買えよっていうのが一番、あれだって、簡単だ、いうことですね。で、外見、立場、賢さ、お金があるとですね、まあ、余裕出てくると思うんですよ。女の人にガツガツしなくなるっていうかね。あとね、女の人と喋ってもらう機会があんまりない人は、なんか自分が詳しい話題とかになると、夢中で喋っちゃったりして、その姿に女性はドン引きですから、余裕、大人の余裕、大人でなくてもいいけど、余裕、余裕見せんだったらやっぱ思わなくちゃダメですよね。イスラエル政府、国連パレスチナ難民救済機構の職員12人が、ハマスのイスラエル襲撃に関与していたが、調査で30人に増えた。ガザ本部が、パレスチナ難民救済機構の機関のガザ本部がハマスに電源を供与してたしね、電気、電線引っ張って、職員本人が襲撃に参加してたしね、もう国連パレスチナ難民救済機構イコールハマスってことでいいんじゃないの？いいんじゃないの？まあ剥がれてきましたね。国連の権威だだ下がりですね。元からそんなもんでいいけどさ、昭和の頃からあそこ田舎の信用金庫くれだからあって言った議員がですね、なんか辞職かなんかしてましたけども、まあ実態はそんなもんですよ。チャンネル登録とメール登院によかったらご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。